現在ネイチャー館は最大80%オフとなる Black Friday セールを開催中1年に一度の特大セールでお気に入り商品がお得に手に入るチャンス15%オフになるクーポンコード「DAVE15」も併用可能11月30日水曜までこのコンテンツは「ネイチャー館」の提供でお送りします。 デイブのちょっと気になったニュース、えー、今週もリハビリ中のデイブに代わりまして、僕もリズミアリがお送りします。えー、今日はですね、大手の暗号資産取引所 FTX が経営破綻し、暗号資産業界にとてつもなく大きな荒波を立てているというニュースをピックアップします。えー、この FTX という取引所を立ち上げたのは、サム・バンクマン・フリードという 20代でビリオネアになった MIT 出身の投資家です。暗号資産協会ではですね、彼のことをもう天才と評し、様々な暗号資産関連の事業に投資をしてきました。政治献金もたくさん行っていて、 特に民主党に多額の政治献金を行っていてウィキペディアによると2021年度22年度にはジョージ・ソロスに次ぐ約55億円を献金しているとのことです。でまあ FTX の広告党としてさまざ、あ、まなセレブを起用しアメリカのフットボールスター、えー、トン・ブレイディや、えー、バスケのシャキール・オニール、えー、日本人としてはテニスの大阪なおみさん えー、そして野球の、えー、大谷翔平さんなどです。えー、まあ、それだけではなくてですね、オックスフォード大学のウィリアムマックアスキルが立ち上げたエフェクティブアル truism、これま効果的な、えー、利他主義という、えー、まあ、ムーブメントですね。えー、これはどういうことかというと、人々の苦しみを軽減するために。 どこにお金をつぎ込むのが最も効果的なのかをデータをもとに検証するいわゆるチャリティー・ムーブメントなんですね。えーまあ、このエフェクティブ・アルトリューズムに、まあ、大きく賛同し、えー、自分の資産は全て最終的にはチャリティに寄付することを公言していました、えー、自分がお金を稼ぐのは世の中を良くするため、えー、その最も効果的、えー、効率的な 方法を探っているというふうに、えー、インタビューでサム・バンクマンフリードは語っていたんですね。まあ、20代でビリオネア、えー、ウィキペディアによると、最高で彼の資産は約3.6兆円ほどあったそうです。す、え、べ、ー、て最も効率的なチャリティーに寄付をすると。まあ、MIT 出身でご両親はスタンフォード大学の教授、まさにサラ・ブレッドです。ところが、 えー、蓋を、えー、開けてみたら FTX は顧客が預けていた暗号資産を Almeda Research というサム・バンクマンフリードが立ち上げたトレーディング会社、えー、が、まあ、資産運用に失敗してですね、えー、その作ってしまった大きな穴を補填するために使ってしまったと、えー、でこの話が表に出てたった数日で、えー、全ては崩れ去り FTX は破綻。 えー、も破綻、えー、資金援助を受けていたさまざまな会社が連鎖的に破綻することになるだろうというふうに言われています FTX に暗号資産を預けていた人たちもおそらく多くの人たちは資産を失うことになるだろうと言われていますこれ FTX ジャパンはちょっとまた別の会社で まあ FTX US もちょっと別でという話で、まあこれどうなるのか、まあ今の時点ではちょっとよくわからないんですが、FTX の本体はまあ完全に破綻したというふうに報道では言われています。えー、まあ広告党として起用されていたセレブたちは訴訟を起こされ、お金を受け取っていた政治家たちは大ブーイングです。え、これまあバイデン大統領も受け取っているそうです。えー、まあ そのためですね、大きな規制が今後暗号資産にかかることは、まあ、目に見えているわけですね。で、まあ、暗号資産の評判もガタ落ち、えー、まあ、散々なことになっているわけですが、これを受けてネット上では、これは明らかに陰謀だという主張が出ています。<laughs> 要するにですね、 えー、暗号資産はトラディショナルファイナンス、まあ、既存のファイナンスにとって面白くないものだということは、まあ、はっきりしていますよね。えー、だけど、まあ、なくし去ることができないずっとこれは、まあ、暗号資産でもペテンなんだよペテンなんだよペテンなんだよっていうふうに言ってきたわけですが、まあ、どんどん、えー、マーケットはこう大きくなっていると。 でまあ、そのずっとペテンだと言ってきたトラディショナルファイナンスの会社も今年に入って参入することを発表しましたブ,ロブラックロックにしろフィデルティにしろ非常に大きなですね、まあ、ヘッジファンドなりファンドがですねこの暗号資産にの商品を扱い始めるということを発表しているんですねでまあサム・バンクマンフリードはそのトラディショナルファイナンスが 送り込んだ、死客だというのが、まあネット上で言われている陰謀論なんですね、えー。要するに、トラディショナルファイナンスにとって有利になる規制を実現するために暴落させ、えー、やっぱり既存のその金融関係の会社じゃないと信用できないでしょと。で、まあこれからまあね、その、 政治家たちもたくさんお金を受け取っていて、まあこれはこうとんでもないことだっつって、まあ規制をこうかけるわけですよ。これもう目に見えてますよね。ね、まあそうそういった人たち、まあそういうその規制がトラディショナルファイナンスにとって有利な規制になるようにサムバークマンフリードを送り込んだのではないかというのがまあささやかれている陰謀論なんですね。えー、まあたい サム・バンクマン・フリードってどういう名前だよというわけです。バンクマンは、まあ、銀行家ですね。フリードはフライドとも呼べます。えー、フライドっていうのはあげる。えー、なので、まあ、銀行家をあげる <laughs> というね。<laughs> そんな名前あるかと、えー、言われているんですね。えー、で、まあ、えー、何兆円と預かってきた、今回破綻したアラミ m e リ a ーチの CEO。 ハリー・ポッター好きな28歳のキャロライン・エリソさんこの方、えー、ほとんど、えー、そんな何兆円もこうねあの資産運用するそう大きなあのトレーディング会社を、ね、の CEO なんですがほとんど経験がない方だそうなんですね。えー、でまあ,あのサム・バンクマンフリードも、まあ、その同僚たちの話によると会社では ほとんどゲームをやってたよと。まあ、別にゲームをやることが悪いわけではないし、サンバンクマンフリードもあのゲームは自分のこう、マインドをクリアにするためにやるんだっていうふうにね、インタビューなどで語っていましたが、ほとんどゲームをやっていたよと。で、まあ、えー、2019年に FTX を立ち上げ、まあ今2022年、こんなに短期間で、こんなに大きくし、えー、民主党議員とも深いパイプを築き、天才だと。 え、メディアは仰ぎ、一瞬で大破綻したと。しかもですよ、たまたまだということですが、The Big Short や Money Ball ーーといった映画としても大成功したノンフィクション作家のマイケル・ルイスさんは、過去半年間、サム・バンクマン・フリードと共に過ごしていたと。で、この大破綻劇も全部間近で見ていると。今まだ本も かけていない状態ですが、今の段階から映画の権利についてバイヤーを探しているという話が出ています。こんな出来すぎた話あるかというのが、<laughs> まあネットでまあこれをこう陰謀だというふうに騒いでいる人たちのまあお話なんですが、まあ事実はね、小説よりきなりというのでね、あの、必ずしもこれがね、陰謀とはわからないですけど、皆様どう思うでしょうか はあ、すごいですね <laughs> すねごいんだよもうこのニュースは本当にあのちょっとまあ時間がないからいろいろ説明できないんですけど、はいろいろサム・バンクマンフィールドのお父様お母様のこう関係だったりとか、はい、あの破綻したアラミーダリサーチのキャロライン・エリソンさんのご両親のまあ関係だったりとか、はい、そこがその。 まあ、今盛況になっているその民主党とのつながりがこうあったりとか、はい、まあ掘っていくと、はい、これはなんか怪しいぞっていうふうにね <laughs> え一瞬思えてくるね話ではあるんですよね。いずれにせよ仮想暗号通貨業界は少し厳しい状況になるんですかね 暗号資産業界はめちゃくちゃ厳しい状況になるでしょう。そして一般の人たちにとっては、えー、暗号資産これはもうペテンじゃんっていうイメージははっきりとついたでしょうね。まあその暗号資産の、まあ、世界でずっと言われてきたのは、あの、 中央集権的な取引所に、まあ、暗号資産を預けといちゃダメだよと。自分のウォレットで管理しないと絶対にダメだよっていうふうにずっとこう言われてきたことですよね。で、まあ、その中央集権的な、あのー、取引所が、まあ、潰れたわけだから、まあ、ずっとその暗号資産を推している人たちが言ってきた通りにはなったんだけど、一般の人たちには暗号資産は危ないっていうイメージにはこう、 えー、当然こうなったと思うんですよね。というん、ってことはまあこれから少し価格も下がりそうですよそこでブラックロック <laughs> フィデルティが全部買いあさって <laughs>、はい、そして彼ら彼らがその安全な形でみんな安心できる形でっていう形でこう提供してくるんじゃないかっていうふうにね、はい、まあ陰謀論の。 中ではこう言われているわけけでですけどどううなんでしょうかねやまあ <laughs> まだまだあの下がる可能性は十分ありますし、はい、この FTX の、ね、一連は相当大きな波を起こしているのでここからまあ数か月はあの価格は安定しないでしょうし今は買い時ではないとは思いますね。本日紹介するネイチャー間の商品は CBD グミ。 手軽に CBD を摂取できるグミタイプで毎日おいしく必要な量の CBD を摂取することができますジューシーで一口に高品質かつ THC0 の CBD オイルが配合されておりオイルの持つ独特の風味やカプセルタイプが合わなかったという方におすすめ 1>, 1粒 10mg25mg の CBD オイルを含む2タイプがありご自身に合った摂取量でお選びくださいそして CBN オイルヘンプに含まれるカンナビノイド t h c の酸化分解によって生成される CBN オイル ネイチャー間の 10%CBN オイルは高品質のカンナビノール CBN と純粋なオーガニック MCT キャリアオイルを組み合わせたオイルです専門家による抽出とろ過が行われ検出されないレベルの THC0.01% が保証されています体内のエンドカンナビノイドシステムと総合作用し心理的機能へ働きかけることで効果が認められ 睡眠補助として世界中で使用されています毎日のニーズを満たす逸品としてぜひお試しくださいさて現在このチャンネルをご覧の皆様に「ネイチャーカン」の商品が15%オフとなるお得なクーポンを公開中です購入の際に所定の入力フォームに「デイブ15」と入力してくださいセール商品にも併用可能です心身のリラックスやストレス緩和 不眠の緩和などの効果を期待できるということで世界中で注目を浴びる中厚生労働省の認可を受けた CBD 商品を試せるお得なチャンス詳細については下の概要欄をチェックしてくださいオキュラスの社長がやばいデバイスを作ったっていう話ですねはい、はい、うん具合、えー、は他人に危害を加えるものでなければ 最大限守られてしかるべきだと考えているので他人に許容されたり、えー、許容するわけではなく自発的に行うものであればいいんじゃないかと思いますそれこそありさんのおっしゃっていたエクストリームスポーツでもそういう思想ですし現行法だとオンライン対戦の、えー、場合に互いがその VR ヘッドセットを使うことを同意してプレイしたら血統,血統罪になったり勝った方は殺人罪になるのかなって まあこれはねあくまでも一つの後作品として、うん、まあ、えー、そういったこう論議をねあの醸し出させるっていう目的も僕はあるんだと思うんですねそういうものを作ったっていう何、ね、これはど,うどうなのかっていうまあみんな考えてみるっていうか議論するっていうあのそのために作ったものなのではないかなというふうに思いますね。えー、この間ちょっっと話にあがった、あの イーロン・マスクがサイコパスなんじゃないかっていう話で。で、はい、えー、ひろゆきさん。CEO がサイコパスとかエンパシーが低いとは思わない。はい、欧米では日本と違って会社イコール社会ではない。会社でいい人である必要はない。だから会社では冷酷に損徳勘定だけで徹することも可能。彼らの心の拠りどころは家庭であり地域社会だ。昔なら教会に奉仕することとか、そこでいい人であれば特に問題はない。 もし会社でもクソ野郎会社の外例えば家庭や地域社会でもクソ野郎なら本当に問題のある人物になると、うん、まあこの間そのちょっとい言い過ぎたかなっていうふうにもね僕も思っていてこれまあ「フォーブスの」誌、あのー、記事で出ていたんですがまあアメリカのまあ大企業の CEO の約13%だと思いますね。がまあ えー、サイコパスに値する形なんではないかという評価でこれまあい,いろんな記事がねあのそういう指摘をですねこうしていてまああの,そのサイコパスってまあそのいろんなその印象を持たれているでしょうけど別にその悪い人っていう意味では ないんですね、えー、そのま連続殺人犯なんかサイコパスがいるとかっていうそれも,も本当サイコパスの人たちの中の本当にこう一部であってあのサイコパスイコールまあ本当に嫌なやつとかっていう意味ではないんですがただまあそのエンパシーを感じるレベルがまあ極端に低いという、えー、特性があるということでまあそういう人たちの方が 大きなその会社を、ね、運営するのには向いていいいててるのでではななかっていう、ね、あの話なわけですね、えー、ポルタガイストに悩まされた家族の話されたと思うんですけど、はいえー、マージさんこの話オーストラリアで私たち家族に起こったことと似ている全然こんなにすごくはないけど、えー、アパートとか落書きいろいろ子供たちが霊媒体質だった。 日本に帰ってきて誰も信じてくれなくて家族の心の心傷になっている。こういうのをこう体験された方たちはねそのなかなかやっぱりその信じてもらえないっていうねあのトラウマがねあ,のあると思うんですよね。まあすごいど,どんな体験だったのか是非ね聞いてみたいですね。 えっと、これはちょっと僕の説明が足りなくて、えー、っと、まあ、その先週のね、そのポルタガイスト現象で、まあ、その鏡を通じてね、その、えー、何らかの意識体と、えー、会話をするモフィットファミリーというね、カリフォルニアに住む家族のお話をね、ピックアップしましたが、えー、この中でですね、えーっと、その意識体が鏡に書いた言語は、 英語だけではないそうです。というか、ありとあらゆる言語を自由に使えたというふうに、デボラ・モフィットさんは語っています。デボラさんの、えーまあ、お母様、リー・オバーちゃんは、えー、確かね、スペインのスパニッシュじゃないんだけど、ちょっと特殊なその言語を、 使っていたらしくて、その悪魔に聞かれないように、その言葉を使っていたら、その言葉で答えが返ってきて、びっくりしたと。で、まあ、様々なその霊媒師さんも、いろんな言語を試したそうです。フランス語やドイツ語さま様々な言語。全部、完璧にその言語で答えが返ってきたということなので、えー、まあ、英語だけではないという、まあ、そういう、えー、不思議な部分もあるということです。 ほうじゃあまあいわゆる地球上の言語はほぼほぼ答えられるんじゃないかっていうその試したものはすべてネイティブ割に、えー、答えが返ってきたとだから別に英語を使ってるということではないんだっていうことなんですね、はい、どんな言葉でも使えるとやばいな <laughs> はいありがとうございますで最後おースーパーサンクスを d p ナ n プルさんとお プラフギア若さん、えー、まあ、デイブさんのことを気遣っていただいてます。ありがとうございます。えー、皆さんサポートありがとうございます。今後もよろしくお願いします。以上、デイブのちょっと気になったニュースでした。